はい、どうもこんにちは、 G です。それでは早速リアルタイム対戦やっていこうと思います。まずは新シリーズが始まってプラチナ3まで上がれたらいいなと思います。はい、千賀さん勝率をまずは8割に戻すと。打率もね、せっかくね前の動画5割あったんですけど、前の動画で一気に落としちゃいましたね。2回ぐらい負けちゃったしね。はい、多分ねそれで視聴者さんとね対戦したんですよ、偶然。そういうなんか負けても勝ってもやっぱりそういうのっていいですよね、なんか楽しい。さあ行きましょうやばい、 いやお腹痛くなってきた、やばいな。あお、打率をまずは下げないようにやりますか。頑張ろう、ストレート狙いで。聞こえてたのかな今のやべ、やばい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 ぞ、やばい。フォーク以外でやられたな。この回のファイターズ打線ですが4球で2アウトになっています。まあこのような状況であればね、2アウトから目指すはヒット3本、頑張ろう。やべ、やっちまった。よし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 、まず1本目ギター。動画の最初ってねいつもなんか負けるんで、あやべ、あやっちまったぜ。さっきお願いします、押しましたっけ。坂本が打席に入ります。どうしようかな、スライダー入れるか。インサイド落ちました、取れるぞ。 OK、 バッターは2番に入っている菊池。ダルビッシュさんはね前の動画でボコボコにされてるんで配球気をつけていきます。初球ボール、やばい、打ちました、大きな打球になった。よしよしよし、危ねえ、ストライクゾーンに行っちゃうからな、ああいうボールが。よし、いいとこ飛んだ。最初は変化球持ってきました、ストライクです。カットいきますか。次が2球目、やばい、あー落ちたか。今のはボール球に欲しかったんだよな。どうしようかな、もう一回ボール球でいこうか。もう1球、いいとこいった、うん、あれぐらいでいいかな。おお入ってんだ、ストレートか、怖いけど行こうかな。真ん中に、うう、後がなくなったな。ただスラーブが苦手かどうかを見極めたいんだよな。うん、結構うまいなヒット1本 OK。さあちょっと頑張ろうかな。やべ、あんまり動画でね不甲斐ないところ見せたらやっぱりそれもそれで良くないと思うし、ある程度ねやっぱ打たないとね。よし、目標はこの回ではヒット5本、5本打ちたい。よし、ナイスバッテン、ヒット合計で3本目か、ん？ 3 本目だよな、残り3本出たらいいかな、やっぱり。あ、結局それで5本か。ナイスボール、
落ちない。でも走る。オッケー。やばい、ストレートの反応に遅れてる。なんか。なるべくストレート打ちに行きたい。ナイスバッティン。ツーベース。いいね。あと1本。目標まで。で、ちょっと待ってよ、千賀さんがちょっと、またストップストップ、オッケー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 、すいませんね、どうしようかな、山川さんだな、スピリッツ的に言うと、あんま変わんないけどね、山崎さんと、よし、そうですよね、この点差のままでは逃げ切れるとは限りませんからね、そうですよね、ここはぜひ決めておきたい、さあ、ストレートをぶち抜きたい、何で来るか、いい当たり、オッケー。最近割とね動画で不甲斐ないところばっか見してるような気がするんで、まあなんだろうな、なんだろう、なんていうんだろうかな、ちょっと待って、打率5割はねあったんですけど、なんていうんだろう、うん、なんかあんま打ち込めてないっていうか、なんて言ったらいいか、うん、察してください。ナイスバッティン。そう、アウトコースはね、ああいう振り遅れても流すことができるんで、ああいうバッティングをしたいですよね、やっぱり。この場面でさらに引き離すことができれば気分的にも楽になります。一本打ちたい。よし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 、 OK。 うおー、真正面か。すげえ、弾丸で飛んできましたね。すげえ。さあ、ストレート。よーし、抜けた。ナイス。走るんだ。オッケーオッケー。バッターボックスは6番ロペス。さあ、終盤でもう一回ストレート狙い。わお。オッケー。ふう、よかったよかった。さあ次は菅野さん、オッケー。あ、勝率8割乗ったかな、いいね。からの則本さん、よしよしよし。やっぱ動画のね見栄えで言うと勝率8割はないとなんか嫌だなって思うんですよね。その分プレッシャーとかはあるんで、だから余計になんか QO の人とか QT、QC の人とかは余計にねプレッシャー感じちゃうっていうのはあるんですよね。読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。まずはファイターズの先発菅野がマウンドに、ジャイアンツの攻撃、バッターは柳田。頑張って抑えますか。うわ、落ちない。よし、落ちたかと思ったな。この丸さん凶悪だよな、リアタイで熱狂と広角打法と強すぎん。で、守備も A でしょ多分。やばいよな。ストレートでいけ。おう、どうしようかな、外とか使ってみるか。取ってくれ。よし、中村のりさんか、怖いな。よし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 、 OK。 さあ、のりもとさん、のりもとさんはね球速以上にストレートが速く感じるんですよね。だからそこを気をつけていきたいかな。よし、あとはチェンジオブペースに気をつけて
打ちに行ければいいと思います。画面が暗くなった。打ちました。ナイスバッティン。画面暗い、やばい、やりづらい。あ、戻った、よし、走ります。ヒットでランナーを一塁に置いています。いきなり牽制。アウ。やっぱな、いや、やっぱ菊池さんに変えるっていう方が意識がそっちに行くと思うんだよな、山田さんに。やっぱそうしようかな。やべ、どう思いますかみんな。僕はね、割と意外と気がそれると思うんですよ。あの西川さんが一塁出て、で山田さんに、やべえ、詰まった。あの山田さんに交代したら気がそっちに行くんじゃないかなとか思ってるんですよ。それも一つねあるんですよね。いや、素晴らしい球ですよね。ランナーいねえし、ツーアウトだし、やばいな。入ってくれ、よし、オッケー。これでちょっと気が楽になった。抜けたべ、よし、ツーベース。スラーブに気をつけたいな、ちょっと。うん。よーよし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 。いいね。これはよー、落ちた。ナイス。やっぱね、リアタイは守備がね大事。あれ下手したら新庄さん、西川さんあたりだと、取ってんじゃないかなと思うんですよね、下手したら。あう、わかんないけどね。でもリアタイの守備はね、本当大事ですよ、マジで。助けられることがすごい多い。ファイターズリードで迎える最終回です。さあ、小宮山さん、リードを守るべくしっかり抑えていきたいですね。ピッチャーも最後まで気が抜けないと思いますよ。そうですね。よし、バッターボックスには指名打者の岡本。菅、まずは先頭ボール球かな、やっぱり基本は。よし、うわ、筒香さんか。どうしようかな、ちょっと配球変えていきますか。まだ3球しか投げていません。そうですね、理想的なピッチングだと思います。あー、危ねえ、入んなければ OK。 うん、ロペス。ロペスか。初球は振らないってことを予想して入れていく。うわー、振ってくる。危ねー。よし、よかった。 OK。 今回の動画は少し短めかな、多分次で終わりになっちゃうんで。さあ、山岡さん、相手のピッチャーは、おお、ダルビッシュさん。あ、打率5割乗った、また。やった、嬉しい。そんな調子いい感じしないんだけどな、なんか今日も頭痛いし、実際。でもそれでも打ててるから嬉しいですね。なんかね、あれなんですよ、偏頭痛持ちっていうの、普段から結構頭が痛くなってね、頭が全然回らなくなることがあるんですよ、しょっちゅう。きついですけどね、結構。さあ、どうしようかな。まあ、いつも通りかな、結局は。
画面が暗くなるの本当やめてほしいよね。やばい、抜けた。こうなると配球が難しくなるんだよな。ギータシフトで。頼むぜ。あー、やば、バッテリー苦しくなってきました。苦しい。うわ、怖っ。そっか、結構苦手なタイプもしかして。やばい、間違った間違った間違った。ちょっと待って待って、すっげー間違った。あぶね、そこはね、今投げるタイミングじゃなかった。使っちゃったな。やべえ、打たれた。これはどうしようかな。前進守備でいいね。うん、間違いない。詰まってくれ詰まってくれ。よしよしよし。うわ、最高のパターン出た。まあ、前進守備するときっていうのはああいう感じかな。うん、よしよしよし、いいぞ。俺でゲッツーとか来たらもうね、最高だけど。やばい、入っちゃった。あぶねー。うわ、前田さんか。ボール球、あ、やばい、外野前進だ。ボール球うまく使いつつ。やべえ、打たれる気しかしない。どうしよう。その球は、あ、外れました。俺うまく使って、これでお願いお願い。あー、ファールね。そういう感じね。4球目は何で来るか。よし、うー、切り抜けた。あぶねえ。ご覧いただいているのがカープ今日のオーダーです。さあ、ダルビッシュ、ダルビッシュさんはね、どうしよう。まあ、基本反応打ちになっちゃうんだよな、強い投手っていうのは。あ、ボール球だったかな。バッターは2番に入っている山田。ダルビッシュ、まずは先頭バッターを打ち取っています。やべ、詰まった。打球は左中間へ。バッターは3番新庄。ツーアウトになっています。頼むぜ。この回のファイターズ打線ですが、2球でアウト。あっという間に2アウトです。まあ、画面が暗くなる、やばい。悪いことじゃないんですけどね。よっしゃー、しゃー、いいね。新庄さん打つな、やっぱこの打順がいいな。最初は変化球できました。うー、入るか。待って、画面暗い、マジで。どうしよう。うう、変化球は外れました。いいコースに決まりましたね。さあ、追い込まれたぞ。うお、落ちないか。すげえ詰まってた。まあでも1本出たからいっか、とりあえずは。ついに最終回を迎えました。追いかけるカープの攻撃。頑張りましょう。ファイターズ1点リードで迎える最終回です。オッケー。ここはしっかり抑えていきたいですよね。まあそうですね、この1点を最後まで、これギリギリにストライクゾーンに入ってくんねえかな。よし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 、いいよ。3球目は何で、で低めに意識させつつ、どうしよう、もう1球いくか。いいね。外れてますか。そう、外れていいんだよ、あれは。はい、で上から落とす。ナイス。バッターは7番に入っている阿部。山岡、まずは先頭。あ、変えるんだ。阿部さんのままだとしたらストレートでちょっと勝負していこうかなと思ったんですけど。小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですね。ここは落ち着いて投げてもらいたいですね。そうですね。さあ、改めて集中して。これとか。
打たれっかな。おっかねおっかね。よし、取れるぞ取れるぞ。うおー、落ちた。いいとこに落ちたな今。変えるんだ。わお、ちょっとここまたきついよな。どうしようかな。OK、 いいとこに転がってくれたね今のは。ここも変える、変えるよな。わー怖え、いいバッター多いな。これで間違えて振ってくんないかな。あー、コントロール、よしよしよし。でどうしようかなっていう。うー、ストライクゾーンで勝負しますか。うわー、抜けた、走んない。よし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 、あぶね。ここは変えます、変えるしかない。ルーキーでいこう。あ、もう一回ちょっと2回目、ちょっと使い方を覚えたいんですよね。で、まあ、フォーク使いつつ、わかんないけど、フォークを使いながら、ボール球でいいんですよ、全然。フォークを使いながら、ストレートを使いたい。よし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 。で、これもまた大きいフォークで、おお、前に飛んだ。よーし、ふう、ギリギリ1本で勝った。で、また最後ちょっと勝率と打率を見て、多分ね、今1本しか打ってないんで5割からは落ちてる、多分4割後半、まあ5割弱ぐらいかな。いい調子ですね、4連勝悪くない。お、まだ5割あるね。よしよし、勝率も8割3分3厘、いいね。防御率も悪くないし、お、西川さん20本打ってますね、最高。あ、そっか、今まだ30戦ぐらいやってないのか。まあまあでも20本いいね、全然悪くない、いい感じです。通算で言うと打率が年間で言うと低い3割7分1厘まあ本当去年の4月からなんでね、最初の方は本当打率が1割台とかも全然あって、そこからね、うん、どうやって打てばいいのかなっていうのをしっかり考えてやっていた感じだったんで OK です。こんな感じですね。はい、それではここまでご視聴いただいてありがとうございました。ぜひチャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではありがとうございました。